はい、おはようございます。今日は10月14日7時35分に入山を始めました。なんとなく木彫りが見えたので来てみましたが、残念ながら過ぎてますね。もったいない。ああ過ぎちゃってますね。ああでも多少食べるにいいかな。ああ惜しかった。もったいない。ちょっと過ぎてる。残念。ああほとんど過ぎてますね。ほんのちょっとですね、食べれるの。残念です。この辺は食べれますね。食べれるところだけ取って帰ります。次に行きます。今日は犬は久々に三頭仕立て、小太郎くんが参加してます。小太郎くんだいぶ大きくなりました。将来楽しみです。頭は大きくなってくると思うんですけど、どう伸びがどれだけ出てくるか。犬は硬いんで良さそうなんですが、はい、ムキタケ発見です。少し大きくなりすぎてるんで、ちょっと虫が入ってるかもしれません。キノコ取りの途中ですけど、クマが冬眠しそうな土地の木を発見しました。クマが登る側の方に回ってみたら、登った跡がついてます。ここに爪の跡が1本、2本、3本、4本。これは12月の20日ぐらいにこの木にはもう一度来て、クマが登ってるか冬眠してるか確認する必要がありますね。ずっと上までクマ登ってますね。多分上の方に穴があって、そこから入れると思います。12月が楽しみです。まあ、キノコ取りとは言っても、こういうクマの冬眠跡とかの発見もあるので、まあ面白いですよね。今8時47分です。やっと少し
いい抜き竹が生えている。コナラの木を発見しました。状態は結構いいです。これが最高級の奈良竹、木彫り、かっくいとも言います。立派な奈良竹は、そうはありません。ダメ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 、素晴らしいものです。